はい、今日はまずね、あのインカムを取れるようにね、インカムの音をね、あの別撮りできるようにちょっとマイク端子を二股に分けてみました。ちょっとあのまたまゆみくさんから提案がございまして、なんかイルミネーションバッグで写真を撮りたいということで、ちょっとね今ね表参道の方行ってます。でまあちょっと夜の多分イルミネーションバッグで写真を撮って帰ってきたいと思っておりますけど、この季節はね至る所でイルミネーションがあって、なんだっけ、ああそう、あのすいませんね、今電話をまたかかってきまして、そう、先週のことなんですけどね、エスプレッソライダーさんのステッカー配布会行ってまいりまして、はい、思ってた通りですね、すごく気さくな方で、人見知りの僕でしたけどね、どうにかお話しすることができまして、ステッカーもいただきまして、楽しい会でした。で近くにね、バイク乗ろうぜの深夜さんもね、いらっしゃいまして、早速、楽曲使わせていただいたこともですね、直接お礼言いたいなと思ってたんですけど、それもね言うことができてですね、なんか、ドーンといろんなことが先週末起きました。なんかね元ブロガーさんたちも結構来てたっぽくて、ただねお顔が全然わからないんで、あのバイクと、もしかしてみたいな感じでですね思いながら、あわあわしたままちょっと過ぎて行った感じだったんですけどね、でも何人かはね、何人の方々とはお話しすることができまして、非常にね貴重な時間を過ごすことができましたね、いやとても楽しかったです。またなんかそういう機会があればですね、今度はね万全の体制を期して、もうその日何もないっていう状態にしてね伺いたいと思います。いや、いかんですね。鳴らし運転が終わってからというものですね。ちょっとで、ね、ギアを低めで走るっていうことが癖ついちゃってて、いけませんね。燃費が非常に悪くなりますんで、今もね、気づいたら4速で走ってましたね。ひどい時だと3速、2速で、高速道路走ってますからね、これはちょっといけないですね、環境にも悪いしね、お財布にも悪いんで少し気をつけていきましょう。まあエンジンが気持ちいいんですけどね、非常にねいけません、けしからんってやつですね、鈴木のバイクはねどうもこういけませんね、本当にけしからんバイクですね。エンジンが気持ちいいっていうね、まあ、色気があるというか、まあ、色気がないですよね、男しちゃってて、まあ、色気があるんだかないんだかっていう形でしょうがないですね、もう鈴木ウイルスに感染してしまったからには、
で行って裏からアクセスしますかね、うん、で表参道のねアップルストアの前で落ち合う予定になってますんで、よいしょ、えい、外苑到着、よいしょ、でぐるっと一周しよう。あーでもいいのか、青山通りでも。あー間違えたな、しまった、まあいいか、反対から行った方が良かったりするんだな、しまった。ストンマーチンあったりさ、この辺は確かテスラとかもあったよな。あでここホンダのね、角にホンダのショールームがあって、うん、ベントレー、コーンズね、すごいな、フェラーリもあるし、テスラいいな、車も好きなんですよね、すごく。でもそんな高級会社に乗るほどは持っておりませんが、車は大好きです。よいしょ、してアップルストアどの辺なんだろうな。うわすげえな、イルミネーション、うわ超めっちゃ綺麗、なんじゃこりゃ、うわすげえ、はあなるほど、これはいいかも、へえへえへえって感じですね。アップルストア、あったあったあった、いたいたいた、よいしょよいしょ、どうもどうも、すごいっすね、これはすごいや。タバコライダー、今日はねこのうちに前から持ってたね、あの GR デジタル4、まあもう2世代も3世代も前のカメラなんですけど、うん、ちょっとね、いつも仕事で使ってたんですけど、せっかくなんでまた持ち出して、単焦点カメラもね少し勉強しながら、やっていきたいと思います。よし、いやすごいすごいっすねこれ。やっぱバイクか車乗ってないとこれは見れない光景だな。いるいる、なんかハートマーク書いてるよなんだろうな、やっぱクリスマスツリーなのかな、やっぱりねえ、なんだかな地味だよな、なんかいつもより地味になってるような気がするシュールすぎますなんだろう、バイクだからどっか止めちゃってもいいんすけどね。東京タワーと、うん、
まっすぐ通り抜けてどっかないかな、なんか公園みたいな。うん、おお、動きがあっていいっすね。目標達成、目標達成ミッションコンプリートってことで。軽く、ま、流して帰りますか。よし、あ、ちょうど六本木のとこ通るな、森タワーが。うん、六本木ヒルズの中通りますか、せっかくだから。多分きらびやかですよ。男二人で何やってんだって話ですけど。わ、すげえ。すげえ。すげえ。タモさんどうぞ前へ行ってください。これはいいですよ。これはインスタ映えするよ。わ、すげえ。ブルーだな。うわぐるっと回って靖国通りで、解散ですかね。そうだね。左行ってタモさん右っすか。さすがに真っ暗だ、国会議事堂は。この LINE の通話って思ったんですけど、いくら離れてもずっと通話できますよね。すごいっすよね。ランボ、ランボ、裏勘かな、なんだろう、すげえ、これすごいよな。どんなインカムよりも優れてますよね、ライン2は。ね、すごいよなこれ。ちょっとなんか裏技な感じがして、いつか規制されそうな感じするしますけどね。でも会社関係ないしね、インカムの。これはあ、そうだよね、いくらでもできるんだ。いや、超便利だよなこれ。そうですよね、そうだよね。電話さえ対応してれば OK なんだ、安いのでも。いやー、俺も見えてなかったな。 B コムが一番いいんだろうと思って頑張って B コム買っちゃったけどさ。これのこれ5500円だよ。安っ。安っ。それでいいよね、全然。うわ、あの起動音がねかっこいいんですよ、この DCOM。 なんかね、サイバーな女性の声なんですよ、DCOM。 それだけ。起動音だけ。まだやっぱりビーコム使ってる人が多い、うん、あ、そっか、やっぱり、電波ない。なるほどね、LINE 通話切れちゃう時あるから。確かに。そっかそっか、ツーリングで山奥行くとちょっと不利か、そこはね。なるほどなるほど、峠道で繋いでてもう切れる場合もある。なるほどね。おしゃ、どうします、靖国神社で右行きます、タモさん。これは右だね。あ、じゃあ僕ここで新宿方面に行きます。よいしょ、
靖国神社もね結構、あでもクリスマスはあれか、正月だな靖国は。さすがに手こってない、さすがにね。はい、じゃあまた、はい、ありがとうございました、どうも。はい、では今日のね、あの元ブログはこの辺で終わりにしようかと思いますけども、ナイトツーリングね、こういう感じで、まゆみくさんね、いつも誘ってくれてありがとうございます。クリスマスシーズンということもあってね、イルミネーションがそこら中で発光してまして、まあ男2人でですね、ではありますけども、結構ねやっぱ道から見ると、道の道路を走りながら見るとね、そのまあ光のトンネルみたいな中くぐり抜けていくんで、まあすごい綺麗でしたね。普段そんなにね、イルミネーションとかはそんなに興味ないんですけど、結構道路上から見るイルミネーションはちょっと感動しましたね、うん、楽しかった普通に。表参道とね、東京タワーとあと六本木ヒルズか、もうちょっと回ってきましたけどね、またでちょっとこういう感じで、突発的にではありますけどね、ナイトツーリング多分恒例になっていくと思うんで、はい、またね動画でお届けできればなと思っております。それではまたね、動画でお会いしましょう。ありがとうございました。それでは、いやまあね、男2人っちゅうのはね、まあいっか、バイクだもんね、バイク好きで集まってるんだからいいんですよ。